戸田様は3年後には腹を召されると伺いました。その通りです。命を惜しまれるようなことをなされますなら見逃すわけにはまいりません。お父様は何があろうと自らを恥じるようなことは決してしない。柚子は9年で花が咲く。花が咲いたら死ぬことを自分のものとしたい、そう思って生きてまいりました。自ら望んで罪を背負ったのだ。10年前に何が起きたのか詮索は無用にしてほしい。侍として正直に生きたいと思っています。私も日暮らしの娘です。一日一日確かな手応えを持って暮らせたら。喜びも悲しみもよく生きることを教えてくれました。これからはそなたがお家を支えていかねば。この上なき修行となりました。これは日本人の美しき礼節、そして愛を紡ぐ物語。我らは良き夫婦であったと思う。日暮らしの木。残された人生、あなたならどう生きますか？